ちの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンこと砂子田まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは万栄競馬で獣医師として働いています福本夏子さんです。夏子さんはですね、世界で唯一と言われるね、帯広で行われている万栄競馬のバンバの獣医さんをやっているんですけれども、昨年からですね開業されてアテナ統合獣医ケア万栄競走馬診療所というお名前で開業されて獣医師さんをやられています。ある本にも久本さんのことが書いてある本があって、本の雑誌社というところから出されている働く私っていう本なんですけれども、この本には日本中のねいろんなお仕事をしているいろんな世代の方々が紹介されているところなんですけれども、その本の一番最初ですね、一番最初に福本さんのことが書かれていて、なおかつ表紙を福本さんモデル の、 あの刺繍のね絵が描かれているんですけれども、これを読んでもですね、この馬の獣医さんになるにあたってっていう話だったりとか、このとにかく今の仕事が好きで楽しいんですっていうことがすごく書かれているし、すごいこれを読んでなおさら夏子さんのことが好きになったというか興味深くなったみたいな風に私も思っているので、もしね興味のある人は、私もこれ Amazon で買ったんですけど、あのもし気になる方は働く私検索していただけたらなと思います。で、夏子さんはですね三重県出身で、獣医師を目指して帯広畜産大学へ進学されたんですけれども、その後卒業後は農林水産省にお勤めになって、その農林水産省管轄の音更町にあります十勝牧場というんですかね、家畜改良センター十勝牧場というところでお仕事されていて、その後万栄競馬の方でバンバの獣医さんになられて昨年開業したという、本当にいろんな経験をされて今のお仕事に至ってるっていう話だったりだとか、あと興味深いバンバのお話とかもしてくれているので、ぜひお話お楽しみにしてください。トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾北海道酪農のサポーター日展配合飼料公園のゼノアック日本全薬工業 JA ネットワークトカチ以上の提供でお送りします。動物未来見つめる広がる、ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。でこう大学卒業されて、でこう農林水産省に入るわけですよね、で農林水産省って、まあ、お国のこうところですけども、まあ、そこで獣医さんという役割でどんな業務があるのかなっていうふうに思うんですけど、ですね、まずその私が選んだのは農林水産省の動物研究所っていうところだったんですよね、で、まず農水になんでじゃあ行ったのか、研究してたのにってことなんだけど、それも社会性を身につけなきゃダメだっていう頭があって、今しかできない小動物とか大動物だったらいつでも行ける、年齢制限ないけど、あ、獣医さんの資格を持ってるからね、そうそうそう、資格があればいつでも行けるんだけど、まずそのある程度の組織に入って社会性を身につけて視野を広げないと話にならないかなって思ってたところがあったので、農水を選んだんですけど、その本省勤務は大学の先輩が言ってたんですけど、すごく大変そうで、ちょっとそれは向かないかもしれないと、その
法律作ったりなんだりっていうのをいきなりやるのは向かないかもしれないと思って、うんうん、で動物研究所であれば、まあ、水際貿易っていうことで、うんうんうん、海外からの動物であったり畜産物の検疫をして日本の畜産を守るっていう業務だから、うんうんうんまあ、それはちょっと面白そうかなと思って。希望って出せるんですか？ね、入賞の時に一応希望かけて、うんうん、本省がいいですかとか、うん、動物研究所がいいですかとか動物医薬品検査所がいいですかとか、うんうんうん、私の時だったら筑波の研究所がいいですかとかいう選択肢があって、うんうんうん、希望通りにいかない場合もあるんだけれども、うん、一応出せる。へえ、うん、で動物検疫だからまあ輸入してくる動物だ、まあ、輸出する動物もそうだし輸出入の本当に水際で日本の国を守るし、うんうん、相手の国が要望してる、うん、衛生条件っていうのがあるんだけどそれに見合うように出すとかっていう。まあ血液検査してとか、もう血液検査するようなものもあるけれども、もうウインナーとか本当にで ああいうのも全部検査対象なんだよ。あーなるほどなるほど、だからほらそうビーフジャーキー持ってきたらダメよとかっていうのが多分国際線とかにそうですね、そう、うんうん、ああいうのが動物検疫の仕事。あーそっかそっか、動物生態だけじゃなくてってことですね。そうなの。あーもうだってね、その今回 の, そのコロナのこととかでも結構もうね、あそこの水際対策がとかってよく言われてたから、そうそうそう、うん、まさにそこってことですね。まさにそこで、で、まあ、今回のコロナ見てても思ったんですけど、伝染病感染症とかっていうのには、うん、実は人間のお医者さんより獣医の方が強いなって思って見てて、うん、これは私だけの意見じゃなくて周りの獣医も言ってるんだけど、うん、常に感染症との戦いじゃない、うん、確かに、うんうんうん、動物あの、はいはい、牛とかね、うんうん、だからそれを広げないためにどうするかっていうのは、うんうん、結構みんな常に対策って講じてるし、うん、1年に1回それこそ貿易対策でこう、はい、例えば口蹄疫が出ましたったら、うんうんうん、どう動くかっていうのを練習したりするっていうのを必ずどこの自治体で訓練、そうそうそう、うんうん、貿易訓練っていうのを必ずやってるのよ、うんうん、畜産部門って、うん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 、ちっちゃい団体でもね、はいはいはい、その貿易訓練っていうのを常に獣医畜産の人はやってるから、うんうん、例えばダイヤモンドプリンセス来た時にどうしたらいいかって塞ぎ込みっていうのは、うん、獣医ならこうするのにっていうのはすごいあったと思う。ああなるほどなるほど、うん、ああそこがなんて言うんでしょう、まあ、こんなこと言っちゃダメですけど、そのお医者さんがメインでそこで動いてたみたいなところもあるから、ここがそう、もう少しその農水にはね獣医の専門家もいるから、うん、その縦割り縦割りって言われてるけど、うん、そういう時に連携取れたら、うん、いや貿易ってこうやるんだっていうのが、うんうん、もう少しなんかうまくできたんような気がしないでもないって、うんうん、まあでもそうですよね。よくこうそれこそ今ね家畜の中でもすごいこう病気って毎度こういろいろあるし、うん、その国内だけでできたものじゃなくてこう外から絶対来たものだっていう風、それが広がってることの方が多かったりしますよ ね実際、うんうん、だから例えばその海外行ったとかどっかその行ったらこう2週間は絶対こう中国とか行った人は2週間は絶対こう農場に行っちゃいけませんよっていうことだったりだとか、なんかそういうところでね、そのこう入ってくるときはこういうなんかこう着替えてとか、こんな服着たとかね、消毒をどうのとかっていうことは結構細かくはやってますよね。かなり細かいと思う、うん、その一度入ってしまったら制圧が難しいっていうのがもう分かってるから、うんうん、入れないっていうのが大前提だから、うんうん、持ち込まない持ち込ませないっていう、そうそうそうよく言う、よく聞く、そう業界ではよく聞く言葉ですよね。そう、ね、人と人なんて接しないと生活できないんだから、うん、まあ、はっきり言ったら家畜だったらある程度人間の意向で、うん、ね、かわいそうだとは思うけど、うん、例えば口蹄疫が出ましたとかトンコが出ましたって言ったら、うん、殺処分っていう方法をしているんだわ。そうですよね、うん、それでも抑えられないぐらいが感染症っていうものだから、うんうん、本当にやってやりすぎることってない、ね、だからもう本当に入れないっていうのが大前提、うん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 、そうですね、うん、本当なんかこうよくね、こう結構ニュースとかでこう殺処分とか普通割と普通にこう出ちゃうけど、うん、それって結構本当に残酷なことで、かなり残酷、ね、うん、それをそれこそね目の前でそれをこう処理するとかっていう人に関わってる人たちってすごい辛いとか残酷な思いでこうやるしかないみたいな感じじゃないですか。そもね、本当もう10年以上前だけど宮崎県で出た時に口蹄疫って病気が出て、宮崎県で牛が
かなり19万頭かな殺処分になってるんだけど、うん、その時農林水産省の職員だったか派遣されて行ってるんだけど、うんうん、もうね本当にね病むわあれは。ですよね、うんうん、だからそんなことにしてはいけないから、うんうん、やっぱり入れないっていうのが大事だよね。そうですよね、うん、幼年でも大変でしょ、幼年入った牧場とか。もううちの実家もそうだったから、うん、もうなんか辛いですよね、うん、その目の前で元気な牛がどんどんこう、そうそう、生きていくには問題ないけど、生産動物としてダメだっていうだけでもね、そうですよね。でその農家さんもね、別にわ今のコロナみたいだけど、そうやってこう悪くないのにめっちゃ悪者扱いとか、仲間外れみたいな感じになっちゃったりとか、なんかしょうがないっていうかね、しょうがない現実なんだけども、なんかそういうことがもうね、よく行われちゃうというか、うん、そういうふうにそういう見方をされてしまうとか、うん、っていうのはなんかあるなっていうふうには思いますよね、うんうん、まあ、目に見えない敵だからね、うん、まあ、気をつけてても本当にちょっとしたことで映っちゃうし、うん、ね、まあ、まあもうしょうがないけどもっていうところ、そうだねうん、そっか、いや、でもなんかすごいなるほどっていう思う話を今聞けたなっていうふうに思います、うんうん、そうね、はい、うん、あ、でね、はい、まあ、その、はい、その間にね、ご結婚されて出産もされてっていうね、はいはいはい、うん、結構もう若い時に、本当は若くしてご結婚されたってことですよね、25歳ぐらい、うん、そうですね、まあね、はっきり言ったらできちゃった結婚ってやつですね。いや、もう授かったそうそう、授かり婚ですか、はい、最近、はいはい、うん、夫が大学の研究室の先輩だったんですよね、はいはいはい、うん、でそれで、まあ、お互いにその卒業の年だったんだけれども、うんうんうん、で、まあ、別々に仕事が決まってたし、うんうん、まあ、それぞれ別々の道をっていう感じだったんだけども、うんうん、まあ、授かったので、うん、じゃあ結婚しましょうと、うんうん、で、まあ、出産しましょうですよね。まあでもね、こうやって農水省だったからもちゃんとお休みもいただいて、そう、もうめっちゃ感謝してる。それはね、その当時の農水のその人事の人たちには本当に感謝していて、うんうん、そのやっぱり結構すぐに産休に入るようなことだったから、それ入ってすぐに産休に入るようなことになった、うんうん、3ヶ月ぐらいで産休だったのかな、うんうんうん、あ、産休じゃないや、産休は8ヶ月か9ヶ月ぐらいか、うん、だったんですけど、もうその決まっ、そういうことを、そういうことだからっていうのを話しても、うんうんうん、あ、分かりましたってことで、うん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 、本当にそれはね、公務員のありがたさっていうのはそこで非常に感じましたよね、うんうんうん、だって入って1年目で、そう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 、もうすぐ結婚がするってなって、じゃあもうす何ヶ月後かにはもう産休入りますみたいな感じだったってことですよね。そうで、驚いたことに、その国会一周で入った人って全員1回集まるんですよね、はいはいはい、で、まあまあ、全ての省庁がね、代々木に集まって、うん、でその時の首相が来て、頑張ってくださいって言いに来るんだけど、うんうん、その時にたまたま輪になって話してた人が、うん、いろんな省庁がいるのに、うん、農水の人ばっかりで、うんうん、でいきなり目の前にいた人が、私3ヶ月の子供がいるのって始まって、えっと思って、うん、子供を今家に置いてきてるから、うん、時々じゅん、あの、何、搾乳しなきゃいけないのよみたいなの始まって、うん、あーと思って、たら、うんうん、隣にいた人が、私今4ヶ月って始まって、うん、えって、うん、あ、その時私3ヶ月だったのね、はいはいはい、妊娠3ヶ月だったの、うんうんうん、で目の前の人が今4ヶ月の娘を置いてきてるのって言って、隣の人が、私今妊娠4ヶ月なのって言って、うんうん、私今妊娠3ヶ月なのってどうなってるんだと思ったけど、うんうんうん、思ったけど、うんうん、でもそれぞれ皆さんやっぱり今でもちゃんと働いてらっしゃって、うんうん、1人は大学の教員になってるし、へー、うん、もう一人は、まあ、旦那さんの仕事を手伝うっていうので別の仕事に行ったけれども、うんうん、でもそうやってしてもみんなちゃんと今も働いてて活躍してるから、うんうんうん、自分自身すごいちょっとね、あの後ろめたさがあったんだけど、うんうん、入ったばっかりだしっていう、でもちゃんとその時は、まあ、その時期ある程度お休みをいただいて、うん、ちゃんと出産も無事にして、うんうん、子育てしながら仕事もしてるよっていう、もうまさにその形だったってことですよね。そういうこと。それこそまだ若くして25、6歳の時に、うん、そういう人を見たら、あ、私もこんな風にこう子育てしながらも働けるんだなっていう風に。いや、みんな新人だから、3人とも。あー、そっかそっか。3人とも新人だから。でもそれで3ヶ月のお子さんってすごいですね。なかなかでしょ。うん、でも、まあ、こういう言い方するとちょっとね、年配の方にはあるかもしれないけども、時代はそうなっていて、うん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 、
ちゃんと妊娠したって出産したって子供がいたって働けるんだわ、うん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 、っていうことだなと思って。確かに。でそれを認めてもらえる環境があった私は幸せだった。あーなるほど。脳水だったから、うんうん、それを受け入れてもらって、そう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 、うんうんうん、してその移動もまあ都道府県にしてもらったのも、うん、ちゃんと便宜を図って働けるようにっていうので、うん、あの当時福岡の勤務地だったのをお昼に移動させてくれて働けて、うんうん、今私の仕事があるから、うんうん、その周りの人、うん、上司、うん、のその配慮っていうのにはすっごい助けられた、うん、でももうねやっぱねそこはある意味そこに入ってお仕事しだした時のとのなんか仕事しての信頼関係ってやっぱありますよね、上司とのっていうのは。うーん、数ヶ月でもやっぱりその姿見て、いやいやいや、やっぱりそれは組織だからでしょう。あそこのそうなんです、ね、私は農林水産省にはすごい感謝してるもんだって。もううん、嫌な顔せず、いや人にはよるけれども、うん、でもちゃんと配慮して働けるようにって考えてくれたことがあっての今だから、うん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 、いやでもなんかそう思うとすごい20代ですよね、うん、濃いよね、濃いなと思う、うん、だから私も子供が育ったら旅行に行こうと思ってどこにも行けてない、絶対海外旅行行ってやると思って。確かに、うん、そっか、これから仕事っていう時にこう授かってすぐ出産して、うん、で職場復帰して今に至ってもう突っ走ってきたみたいな感じもあるから、もう絶対旅行、もう海外旅行行ってやろうと思って。確かにそのちょっと長期休みにどっか行くなんて一度もしたことないってことですよね。ない。そんで自分のお金を自分のためにそのなんていうの、その自分のバケーションみたいなのもないから、うん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 、うん、早く子供ができた分、うん、早く育つんだから、うん、早くフリーになって、うん、今度は自分が行きたいところに行くぞっていう思いは常に持っている。確かにそうですよね。そうこそね、周りの同級生っていうかね、友達とかはそう楽しく自由に、うん、いやー羨ましかった、もう本当に羨ましかった。うん、そうですよね、うん、そういう意味では、うん、確かに、うん、いやそうなんかすごい頑張ってた十勝ウーマングロンティア。十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。この番組のブログもありますので FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールでjaga@jaga.fm になってます。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンこと砂子田まどかがお送りしました。どうもありがとうございました。 JA 本別町からのご案内です。収穫作業も終わりが見え、小麦畑も雪の布団を待つ時期となりました。昼と夜の寒暖差が大きい内陸性の気候により、糖分をしっかりと蓄えた甘く味わいのある上質な本別の豆、豆の町本別の生産者が一人でも多くの方に豆を食べていただきたいと一生懸命育てた豆も皆様にお届けする準備が進んでいます。 JA 本別町では今月12日木曜日から17日火曜日までの6日間、藤丸で開催の第26回十勝大収穫市で今年収穫された豆を販売します。ぜひこの機会に今年の本別の豆を味わっていただけると嬉しいです。寒くなり煮物を作るのが楽しみな季節になりました。そこでストーブがある方にぜひ試していただきたいのが、洗った豆とたっぷりの水を入れた鍋をストーブの上に乗せ、豆が柔らかくなったら砂糖を加え自分好みの煮豆を作ることです。ポイントはストーブです。豆の味がして自分好みの甘さの煮豆はリピート間違いなしです。本別の豆は A コープ本別店、音更町ラララマルシェで販売しています。最後に JA 本別町からジャガリスナーへプレゼントです。今年収穫された本別産の小豆と金時を 300g ずつと豆の燻製大豆くんをセットにして10名様にプレゼントします。
ご希望の方はお名前、住所、電話番号を明記の上、件名に JA 本別町今年の豆希望として、 jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm までご応募ください。応募の締め切りは11月13日金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。 JA 本別町からのお知らせでした。日展配合飼料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一方混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。 JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在、広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは、酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号01558-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はそのまあ、冬はね、寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料。トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、以上の提供でお送りしました。